こんにちは。即価時間の久保です。今、あの、私の YouTube のコメント欄に入ってきたんですけども、公明党の山口代表が菅総理に、まあ、直接ですね、定額給付金の、特別定額給付金の実行の方を要請してくださったそうです。まあ、提言してくださったそうですね。えー、ということで、あの、山口代表は以前も特別定額給付金を、おまあ、出すためのね、決断に大きく関わった方ですんで、 まあ、あの、連立与党の代表としてですね、もう一人の代表として強い発言力を持ってるんではないかなと思います。まあ、私ね、でもね、もうちょっと早く言ってくれなかったのかなと思うんですよ。なんでここに来てやっとなのかなと思っちゃうところもありますけども、まあでもね、えー、きっぱりと提言してくださってありがとうございます。先日のインタビューでは、まあ、必要なら言ってくよ、みたいなことをね、匂わす発言だったんですけども、まあ、それがね、 えー、実行に移されたのかなと思います。ただね、ちょっと気になるのが、全国一律給付じゃないんじゃないかなと私は思うんですよ。今あれでしょ ?7 都道府県に緊急事態宣言に広がったじゃないですか。 だからこの7都道府県に限ってなんじゃないかなって気がするんですよね。えー、予備費は4.5兆円あるそうなんで、7都道府県に限れば、おそらく、ま、15万とかっていう金額がね、打ち出せるのかなと思うんですよね、ざっくりと。もうそうなってくると、多少の不公平感はあるんですけども、まあ、多少じゃないか。緊急事態宣言が出ている、昼も夜も外出自粛というふうな、西村経済担当大臣の、まあ、あ、ツイッターでのね、発言と、 不合するんですよね。だってこの7都道府県以外は特に緊急事態宣言がかかってないから保障の必要ないよねっていう方便が成り立っちゃうんですよ。まあ、ちょっと私の考えすぎかもしれませんけども、まあ、とりあえずね、えー、今日お伝えすることは私のコメント欄に、えー、山口代表が菅総理に直接提言がされましたよってことですよね。まあ、提言なんでね、跳ねのけられる可能性もありますけども、ただ山口代表の発言なんで、えー、まあね、 ちょっと重く受け止めてくださるんじゃないかなって気はしますけどもね。えー、まあ、あまり過度な期待はしないでくださいね。まあそういう事実があったということだけお伝えしておきます。事実ってのはどういうことかっていうと、私の YouTube コメント欄にそういう書き込みがあったということなんで、山口代表が菅総理に何かね、提言をしたってことを私が確認したわけではありません。ただ私はこういう書き込みね、あのー、信じてもいいんじゃないかなと思ってます。う皆さんはいかがお感じでしょうか。それでは、失礼します。